4年間毎日6時間やってる男がね、できるで迷ってる場合じゃないんだよ。やらなきゃいけないんだ。20点、このワープを失敗するやつはいない。普通このランク帯のランクマンヘラクレスやぞ自分。自分のランク帯犬とかじゃないんだと。8とか第5人格始めたばっかじゃないんだ。4年間毎日6時間やってんだと。20点。もうタイトル変えようかな。本当に恥ずかしくなってきたわ。このタイトルにしてる自分今恥ずかしい、すごく。まだね、まだ、バッツマンが僕のワープ使ってくれました。見ましたか皆さん。ワープはね、長さじゃないんです。気持ちなんです。そして実際に役に立つかどうかなんです。大切なのは長さじゃない、気持ちと実際に役に立っているか。長すぎるんだよな本当に。運営ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと今喋りかけないで、本当に。今ガチで喋りかけないで、本当に。いや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 、ちょっといいですか、物申していいですか、今。物申したいんですけど、ちょっと今のは無言ではね、ちょっとさすがに納得いかない。壁に出てたと思うんですけど、今に。録画見返しててもいいよ。録画見返してもいい。壁に今。悪いの出てましたよね。なんで地下に出たんですか。壁に出たの見てから僕張りましたけど、なんで地下に出たんですか。これは本当にもう、これはちょっと許せませんね。まあ結果が大事ですから。こうさっきも言ったけど、ワープは長さじゃなくて気持ちと実際に役に立ったかどうか。役に立ったでしょう。まあちょっと一発食らっちゃったけどね。よし、いいぞ。で、ロングワープをつなぎたい。次誰かが食らった時にロングワープをつなぎたい。さすがにロングワープはミスらない。さすがにロングワープをミスるのは掘り育った覚えはない、僕は。さすがにね、手剣は許してくれやすい。オッケー。手を貸して、了解。この手を貸しては色変えてって意味だね。よし。しっかり味方の気持ちも汲み取っていく。来たバツ !OK! よっしゃー !OK! これはミスらない偉いぞ素晴らしい偉いよくちゃんとロングアップあった偉い短い ?No. ワープは長さじゃないんです。気持ちとして実際に役に立ったかどうか。長さなんて関係ないんだ。そうだよな、バツマン。いや、お前、この距離でロングアップとかマジでありえねえからな、お前。マジでお前、ふざけんなよ、お前、マジでお前。お前、歩いてこいよ、お前、ほんとに。チャット見ろ、お前。ごめんね。ごめん。厳しい、すごい。ごめん。マジ気をつけろよ、お前、ほんとに、お前。筋覚えとけよ、お前。ごめんなさい。厳しい。すごい厳しかった。まあでもね、厳しい方がね、僕もやる気出るからね。やっぱり僕は怒られて伸びるタイプなんですよ、僕は。多分、いや違う、僕はね、本当に、本当の正直なこと言うと、僕はね、怒られると、ふてくされて逆に伸びませんよ、本当に。僕結構怒られるの苦手なんですよ、本当に。僕は褒めて伸びるタイプだから、みんな褒めて、バッツマンも僕のこと褒めてお願い。怒られると、ふてくされて、逆に下手になっちゃうから。こういう人いるでしょ？みんなも正直になったら、そういう人いるでしょ？さあ、あと1割。さあ、伸びろ。オッケー、すんなめ！大変に行くようだぜ。今開けるぜ。開けせる。よし！素晴らしい。さあ、ここに長いワープある。もし君が追われたとき、このワープを使ってくれ。構わないよ。ほらやるときはやる男と、やらないときはとやるときのこのね、メリハリがつけてる男が一番かっこいいからね。これが僕なんですね。やるときはやる、やらないときはやらない。やらないときはやらないでやだな、なんか。常にやってほしいけどな。さあ、いいぞ。さあ、どうする？ロングワープだ！あ、やばいやばい、ロングワープ、ハリウッド少ない！待って待って待って、やばい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 、早く出ないで！やばい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 、吸い込まれる！吸い込まれる！やば。危ない。死なない。おお、見て、僕のワープが役に立ってる！言ったでしょ？ワープは長さじゃないって。まあ今のは長いけど、気持ちと、実際に役に立ったかどうかって最高を持つな。いけー、4逃げー。あー気持ちいい、あー気持ちいい。この試合あんだけバブ失敗して勝ったの気持ちいい。やったー、よかったよかったー。マジでこれで負けたら本当にもうね、もう顔が上げられませんよ。もう本当にマジでどうしようかと思ったわ、この試合負けたら本当にすごいよね。あと勝率とかも出るじゃん。待って、やばい、またやっちゃった、またやっちゃった。ハンターどこかわかんない、これ。もうマジでいつになったらハンターがどこで覚えるんだろう。もう紙に書いてパソコンのとこに貼っとかないとな。本当に覚えられないわ。あとね、第5人格4年間毎日やっててまだ覚えられないことがあってね、本当に未だにハッチの場所が覚えられないね。タッチの場所を試合中に見るということが全然できない。本当に。タッチの上と取って見てるのに覚えられないからな。これ本当にね、第5人格の悩み。僕の第5人格人生4年間の悩みはね、これですね。うん。みんなもあると思う。第5人格長くプレイしてても、なんかなかなかうまくならないなって絶対あると思う。意味わかんないよね、4年間やっててな、同じね。あんたの時ハッチの場所本当に覚えれない。3年やってるのに、ああ一緒だ。ハッチが視界に入ってても記憶にない。ああ一緒だ。でも同じだよね、みんなね。やっぱよかった。同じ人間だね。最高じゃないですか。いいね、人間って。いいな、いいな。人間っていいな。何年も第5人格やってるのに。あっちの場所を上取ったのに覚えられないよ。カモン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 通って、ここ乗り越えて、乗り越えたら天国までいざなってあげるからはいー。よく乗り越えてくれたね。よく乗り越えてくれた。はい、家族で距離取って。よく乗り越えてくれたぜ。はいこら、やはり俺たちはこの洗練された4波の固定バッチで絆が芽生えちまって、心と心のリンクが繋がっちまってんだな、やっぱりな。さっきはちょっと繋がりかけてたけど、これで確認した。繋がってる俺たちは。もう一回やれちゃう、もう一回やっちゃうか。ナイスー、素晴らしいチェイス。そして僕はこのまま救助に行きます。ここで救助がされなければ神となる。マキビエロ1位としてふさわしい存在になる。気合入れてこ。一緒に来てくれる。ああ、なるほど。うまそう。はい、うまい。はい、これはマキビエロ1位。いや、2位だけど、現2位だけど、さすがにうまい。いやー、惚れ惚れしますな、ほんとに。やっぱナキピエロは最強キャラだよ、こいつは。本当にもう大好き、こいつのこと。本当にこのキャラ使い始めてよかったもん。もう未だに人気出てないのが謎なぐらい本当に最強、こいつは。いやー、かっこよすぎないかマジで。このガラテアとかボンボンとかね、救助がすごい難しいキャラに対して強く出れるの本当にいいよね。いやー、いいぞー。さあ、あと4割で通年するよ。あー、いいよいいよー、いいよいいよいいよー。確か存在感も溜まってない。殴られなかったからね。存在感もまだマックスじゃない。素晴らしい。そしてオフェンスの粘着、ワンチャンこれ釣りか飛び角を作らずに風連ができるかもしれないぞ。さあ頑張れよーし、進んだめだ。やばうんまうんまうんま、もう味方全員うまい、味方全員うまいんですけど、どうしましょう。全員うまい、やばいですね、最高。待って、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、はいはいはい、さよなら。さあどうだどうだどうだ、出れるか出れるか出れるか、頑張れ頑張れ頑張れ。ちょっと怖いか、ちょっと怖い、ちょっと怖い。いやーごめん、もうちょっと伸ばしてあげたかった、ごめん、これはきついかもしれない。あでもちょっと相手あれだな、ちょっと警戒してるぞ、いけるぞこれ、いける気がする。よーしいけたー、よかったー。うん、相手がちょっとあれだね、確実に行くタイプでよかったね。一歩一歩攻める、ちゃんと中間体型を探してから行くタイプでよかった。危ない、まずこう賭けに出て一気に行くハンターだったらちょっと今危なかったね。うー、よかったよかったよかった、ナイス。動画見てくれてありがとう。これからも第5人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。